おはようございます。地域おこし協力隊の大和田です。寒くなってまいりました。3月になって雪が本気を出してきた感じでございます。1月に来たばっかりで、最近雪そうでもないなと思ってた中でのこれなんでね、改めて運転の方気をつけていきたいと思います。はい、ですね、今日は冷蔵庫にですねリンゴがありましたやってなかったなと思ってですね、藤崎町って富士リンゴ発祥の地なんですよ。富士の原木公園っていうのがあったりですね、本当に辺り一面リンゴ畑が広がる場所でして、でそんな場所なのにやってないじゃないの、リンゴの動画を作ることを。というわけで、このサイズ俺の顔のデカさの方が強調されるな、ということでですね、今日はこの大きなリンゴを使って、まあ王道ですね、アップルパイを作っていこうと思います。ということで早速作っていきましょう。レッツアップル。引き続きこれで、はい、キッチンに移動してまいりました。はい、今日はですねアップルパイということで、材料簡単に説明しておきます。まあもちろんこれがないと始まらないですね、リンゴです。あとはバターとカスタードクリーム、これちょっとお手軽なように牛乳加えて混ぜるだけってやつ、ちょっと初めてやるんですけど、これはこれでやってみます。あとシナモンシュガーとレモン汁ですね。とまあ欠かせないのがパイシートでございます。はい、このパイシートは冷凍ので、多分どこのスーパーにでも売ってると思いますので、これを使っていきますね。リンゴを切っていきます。このまな板かわいいっすね、右下にリンゴが。うん、そうです。今日は、皮も一緒に煮るみたいですので、今日は特別先生がいらっしゃるので教えてもらいながら作ります。じゃあリンゴ切っていきます。ここでこうやってやる、遠い、近い、近い、うん、近い。先生、皮は使うんですか？皮は使います。どうして？皮と一緒に煮込むとピンク色になるからです。リンゴが？はい、可愛いので、そうします。結構厚めに皮を剥くんですね。贅沢スタイル。あ、そうなんですね。やっぱ青森の子はみんなリンゴの皮を剥けるもんなんですか？家庭科でやったり、リンゴの皮むき競争もあります。怪我人出ない？出ない出ない、うん、子供用包丁でやるから、うん、一応怪我人は出ない。そしてこのリンゴたちはどうすればいいですか？6等分ぐらい。6等分ぐらい。あ、そうですね、これぐらい。こう薄すぎず厚すぎず、軽く食感残るぐらい。そうですね。はい、切れました。鍋でリンゴを煮ていきます。はい、お鍋です。お鍋にこれリンゴも入れちゃっていいですか？はい、この状態は火はつけなくていいですね。つけなくていい。火つけないでリンゴ入れます。そしてシナモンシュガー苦手だよって方はですね、グラニュー糖でも構いません。シナモンシュガー 40g です。そしたらリンゴ混ぜます。この時も火はかけない。かけないです。ただ混ぜるだけ。はい、もう美味しいやつ。もう美味しい。そしたら15分置きます。この状態で15分。はい、はい、じゃあ15分タイマーかけます。待ってる間にカスタードクリームを作りましょう。1袋に対して牛乳150から180、ちょっと1回少なめで150でいきます。牛乳 150g です。混ぜます。終わりです。15分後です。どうして15分置いたんですか？リンゴの水分が出るからです。この水分で煮る、うん、早速火にかけていきましょう。もうこの段階でバターも、バターは 20g。
バニラオイル。バニラオイル。皮も一緒に入れると風味も出ますし、ほんのりちょっとピンクっぽくなるんですけど、ちょっとシナモンなんで赤くなっても赤くなってもちょっと分かりにくい可能性がある。グラニュー糖だったら多分映える映える。紅玉っていうリンゴ使うと余計こう色が赤みが出る赤みが出る。これがコンポートじゃなくてリンゴのフィリング。何語ですか？フランス語？津軽弁ですか？津軽弁でしたね。フィリング？フィリング。水分飛ばしきるぐらいですか？そうですね。だいぶ水分が飛んできたところでいいんじゃないですか？この状態でじゃあ一回火止めて、はい、粗熱が取れるまでお休みさせます。お次はいよいよパイシートですか？はい、出していいですか？この1枚から、この1枚から2個。うん、でとりあえずこれをもうあと残りのシート4枚分作っていくと。振り抜きました。上手に。熱が取れたので、で先ほど作った小判型のシートの中にリンゴを詰めて、カスタード先に下半分、下半分にカスタードを薄く塗ります。なもんですか？はい、その上にリンゴ置いていこう。はい、並び終えました。そしたらこのパイシートを、冷凍庫で15分、冷やします。ということで、冷凍庫にインします。でその15分の間に、オーブンをあらかじめ温めておきましょう。何度ですか？200度です。200度で余熱です。はい、十分固まったところでですね、パイの方に、卵黄を塗って模様を描いていきます。先に卵黄を塗って、そこから、切り込みを入れて模様をつけて、ちょっと焼き目をおしゃれ。このまま焼くと揚げ餃子みたいな感じになっちゃうので、ね、卵黄と、水小さじ1杯入れたやつを、塗っていきます。濡れたんで葉っぱのような形です。うん、大丈夫そうで、うん、いい感じ。あとは穴です。最初にライン引いたガイドに沿って、うん、3箇所、温まったオーブンの中に入れて、200度に温めたオーブンで、180度で20分から30分ほど、まあ様子を見ながら焼いていきます。30分経ちました。じゃ早速オープン。いい感じじゃないですか。まあね、熱々のうちに出来たてをいただいてみようと思います。
見事完成でございます。スタードとの相性バッチリっすね。アイスなんか挟んじゃって違いなしです。こんだけ手軽に冷凍のパイシートで作れるならね、皆さんもぜひ試してみてはいかがでしょうか。結構ね、リンゴって余ってる家庭って多いと思います。藤崎町ではの話ですけど、他にもおすすめのリンゴレシピあったら教えていただければなと思います。ぜひコメント欄に書いていってください。ということで本日は、富士リンゴを使って、アップルパイ作ってみたという動画でした。動画いいと思いましたら、高評価と、チャンネル登録ぜひ皆さんよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。